メリーランドはアメリカ海軍のオハイオ急限視力潜水艦の十三番艦。艦名はメリーランド州にちなんで命名された。その名を持つ艦としてはコロラド急潜艦二番艦以来二隻目。メリーランドの建造は1 9 8六年三月十四日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され、1 9 8六年四月二十二日に 寄画した。1991年8月10日にエレクトリックボート社で宣礼式が行われた。これに先立ちピークメリーランドとして命名が行われた。式はスティーブン・ワール・ローソンが指揮する海軍軍学隊によるアメリカ国家の演奏で始められた。歓迎のスピーチはエレクトリックボート社副社長ロジャー・ e テトラウルと ジェネラルダイナミクス社マリーンランドシステムサービスの副社長ジェームズ・イーターガーによって行われた。メリーランド州退役軍人委員会会長、クラレンス・エムベーコンが来賓と乗組員を迎え、続いて、ナベシー指揮官ケネス・シー・マレー少将がスピーチを行った。大西洋艦隊潜水艦部隊指揮官ヘンリー・ジー、チルズ・ジュニア少将が来賓の紹介を行い、 メリーランド州選出会員議員のヘレン・デリーチ、ベントレーが来賓代表の演説を行った。エ A バイロンホルダー艦長による短い艦への祝福の後、サラクレーグラーソンとエリカイルラーソンによって、メリーランドは洗礼が施された。メリーランドはジョージア州、キングズベイ海軍潜水艦基地を母港とし、大西洋艦隊に所属する。ありがとうございます。